を超えなければなりません。はい、さあ紹介させていただきましょう、はい、A リング、赤コーナーがプニス製作キングプニス、そして青コーナーが大阪電気通信大学自由工房 HRP 製作のシュロットです。これ今やってるのが、3回戦になります。3回戦が全て終わり次第次の、あー、うわ落ちた、うん、今のねガタガタやってね、いい位置で起き上がろうと思ってたんですけど、いい位置に戻りきれなかった。攻撃は立てる、うん、プニはね本当にああいうねリング際に追い込む技術もものすごくうまいんですよ。ちょっとなんかやらしい感じもしますけれども、ね、いや強い、本当に強いプニは。いやでも本当にあの間合いの取り方っていいですね。今レフリーがタイム取りました。時計を止めてくださいね。はい、相手の機体を見て相手の機体のサイズを測ってそういった距離の取り方といいますかね、なんかすごく上手だなと思います。おっと、はい、今のはね皆さんにはねダウン入ったように見えたかもしれないんですけど、真横なのであれは横攻撃だと思います。はい、どういうツイーローでワンダウンになります。はい、どういう攻撃であってもいいんです。横にいる人に攻撃しなければ、前に出したつもりが横にいる相手に当たっちゃったら横攻撃、はい、このパンチがいいです悪いですっていうものではない。ああ、これは取り消し、スリップダウンでしょう。さあシロット王者キングプニを倒せ、ことはね、倒したい、あー行かれた、勝者がこのキングプニ、さすがに強い。